はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回は、焼酎の、これ多分米焼酎ですね。間違えて買いました。八重垣兜です。こちらですね、なぜ間違えて買ったかというとですね、ここにしっかり焼酎香類って書いてあるんですよ。でね、あ、焼酎香類じゃんと思って、これ値段が確か800円か900円ぐらいだったんですけど、前は買うわと思って、こんな見たことねえわと思って、ここに焼酎香類って書いてあったから、香類焼酎好きなんで買ったんですけど、なんとこちら原材料を見たら米と書いてあって、で、原材料は米だけですね。ということは確実にこれ米焼酎ですね。うん。なんて紛らわしい。アルコール度数25度。容量が 720ml。で、アルコール度数25度。八重垣酒造株式会社という、兵庫県の会社ですね。八重垣兜という、これはね、この兜っていうこの字なんだけど、これ、香類の香っていう字を、みたいですね。それを、それからこう、なんか、変形したみたい。でね、ここになんかラベルみたいなのあったんですけど、純粋、焼酎、八重垣兜って書いてあって、もう見た感じもめちゃくちゃ焼酎香類だろっていうレベル。うん。なんですよね。だけど、見た感じ、焼酎香類なんだけど、実は多分米焼酎ですね。おそらく。まあこれは何がなんか合うかとか。お茶割り、梅酒割り、トニック割りみたいなの書いてありますけど。まあ。俺、米焼酎好きじゃねえんだよな。米焼酎はね、焼酎の中でもね、非常に苦手な部類でして。というのも、俺はそもそも、そもそもがして、日本酒があんまり好きじゃないんで、味がね、米焼酎も非常にね、日本酒と一緒なんで、乾杯。あれ？あれ？ん？これ米焼酎？これ米焼酎か？普通の香類焼酎に。あれ？全然、米の味がしない。嘘？だって原材料米って書いてあるよね。あれ？全然米の味しない。割れた。あれ？八重垣兜。純粋焼酎八重垣兜は、ピュアでさらりとした飲みやすさの中に米の旨味を凝縮したほのかな甘みがある味わいになっています。ロックお湯割り、水割りにすることによって、米の旨味をお楽しみいただけます。って書いてあるね。え？全然米の味しない。ほとんど焼酎香類だ、これ。味が。もう、味がね、ちょっと辛いかな。結構辛めですね。でも、一応、サイトには米焼酎と書いてあるね。まあ、その通り、だって米しか、だって原材料米なんだ。米焼酎でしょうな。
あれ米焼酎ってこんな味だったっけ？俺し、久しく米焼酎なんて飲んでないけど、こんな味だったか。確かに、普通の焼酎コールに比べると、やけに辛い、辛いっていうか、うん。なんか、辛さと甘さが、かなりあるけど、でも、ちょっと辛い焼酎香類だなっていう感じやけどな。うん。そんなに米の味しないですけどね。まあ、そういえば言われるやつするような、これ米の味かって言われると、ああ、まあ、そうなんですかねって、いう、あれだけど全然俺飲めるな。米焼酎は白とか飲んだことあるんだけど、あれはすげえ。米焼酎。米焼酎。白とかはね、飲んだことあるんだけど。まあ大体、どこでも売ってるんですけど。うん、これは、あれだよね。もうダイレクトに米の味するよね。白はね。白鶴白竹白か。白竹白とかね。うん。これは、思った以上にあれですね。米の焼酎の味しないですね。なんやろ。白竹白はもうダイレクトにあれだもんね。ああ、そっか。これ、あれか。わかった。白竹白は、原材料に米と米麹が入ってあるんだけど、これ米麹入ってねえんだわ。ははーん。だからこんなあれなんかな。全然、クリアな味わいというか、ほとんど焼酎の香類に、と言われても、おかしくないレベルの。辛い、香類焼酎みたいな。ちょっと辛いなっていうぐらいの。結構ピリッとくるなって。いう。で、甘さもあるんだよね。うん。結構口当たりが、粗い感じで、ね。あれにすげえ似てる。タカラにすげえ似てるね。タカラよりかちょっと、なんか、風味がちょっと違うなっていう。風味がほんのりなんか、なんか香るなっていう感じはするけど、基本的にタカラの口当たりと同じぐらいですね。この辛さとしては。それはいいんだけど。でもさ、ここに書いてある通りでいくとさ、焼酎、香類としか書いてないんだよね。で、米焼酎だったら大体、なんだ。本格焼酎、米焼酎とかって書いてある。本格焼酎とかって書いてあるんだけど、これ焼酎、香類としか書いてないんですよ。このラベルを見る限り、うん、今サイトをググってるんですが、サイトを見る限りだと米焼酎って書いてあるんだよね。でもしくは純粋焼酎って書いてある。どういうことなんだろうな、これ。謎ですね。でも結構、さらっと、まあ、さらっとはいけないかもしれないけど、結構あれですね。
多分本格焼酎って書いてないんだよね。米焼酎とか、麦焼酎とかは大体本格焼酎って書いてある。それは書いてないってことはやっぱり製法的になんか違うんだろうな。製造方法が多分、蒸留の仕方が連続式なのかな。で、それ詳しいことどこにも書いてないんですよ。八重垣酒造。うん。特に書いてないですね。まあ、主にこの会社は日本酒の会社っぽいですね。主に日本酒の会社みたいです。うん。いや、でもこれは、思った以上にあれですね。俺日本酒嫌いなんですけど、本当に辛口以外は嫌いなんで。日本酒は。でも、ウィキペディアを見ると、この米焼酎って書いてありますね。主力表商品、米焼酎、かぶとって書いてあるね。この甲の、甲類の甲って書いてある。多分これかぶとって読むんだろうな。うん。かぶとね。いや、結構あれですね。これは、米焼酎の靴して、すごい、でもだって実際ここに書いてあるんだけどさ、お茶割り、梅酒割りとか、トニック割りとか書いてあるもんね。ああ。これはおすすめですって書いてあるな。これすごいよな。で、お好みの割り剤と混ぜるだけ、混ぜるだけクリアな味わいで食事に合う。ロック水割り、お湯割りも二重丸って書いてある。米焼酎だとこんな飲み方普通しないよね。ってことはやっぱ何か米を、原材料としては米使ってんだけど、おそらく、米焼酎の普通の作り方とは全く別物なんだろうね。うん。これはなかなか興味深い焼酎ですね。ちょっとあれか。ちょこっと俺のお得意のレモンハイボールじゃねえけど、レモン割りでちょっと飲んでみるか。焼酎のレモンとどうだで割って飲んでみる。意外とあれかもしれない。まあでもなんだかんだ言ってこれぐらいのレベルだと、これで800円900円するってなると、だから買った方がいいっすね。別におすすめはしねえけど、おすすめはしねえけど、まあおへーって感じ。おへーって感じ。なんか、香類焼酎じゃないのになんか、ちょっと驚きがあったんで、まあ良かったけどね。へー、こんな焼酎あるんだっていう感じですけど。まあおすすめはこれは、しないな。だってお前 720ml でさ、値段800円900円だよ。バカらしいだろ。焼酎香類マニアのユッキーからすると、こんなの買わねえよ。バカらしい。お前4リッターで2000円でも高いと思ってる人間なんだから、お前。4リッターで2000円でも高いと思ってる人間がさ、720cc でさ、
850円とかさ、アホでしょって。ふざけんなよ。カンピー。全然米の味しないね。本当に。一寸たりともしないね、これ。普通の氷焼酎だ、これ。ちょっと材料が違う。だって普通香類焼酎ってほらサトウキビ糖蜜を使うじゃないですか。あえて米を使った香類焼酎みたいな感じだね。まあ味はほぼ謙遜ないけど、まあまあ、うん、材料にこだわりました的な、無駄にこだわりました的な感じかな。うん、普通のサワーですね。何も変わんねえ。何も変わんねえな。もう。普通のサワーです。サワーですね。まあこれは買う価値はまあないですね。2223です。ご視聴ありがとうございました。